ティーチャークーボー、ティーチャークーボー、ティーチャークーボー。どうすか、青いっすね、ピースですよ地球。ティーチャークーボー、いやー夜通し走りましたね昨日ね。こいつで車中泊しました、車中泊した、車中泊しましたよ。今回は桜木花道に行きましょうか。あのバスケットマンですからみたいな、バスケットマンですからみたいな、ね、ネットビジネスマンですからみたいな、コンテンツビジネスマンですからっていうね。まあこうやってどこでもできますからね、どこでもできるんで。今ねここすごいじゃないですか、電波入ってます。なんでまあ多分 あの今ちょっとね、あっちのあそこまで向かってるんですけど、あそこからフェリー乗っけて九州上陸しようかなと思うんですけど、今ここ香川、四国っすの、香川か松山、まあ、フェリーがあるんですよあっちの方に。で大分まで90分ぐらいですか、70分か、もうすげえすぐ着くんですけど、これも多分ね3回、 GTR ね3回ぐらい乗せてるんですけど、まあ、久しぶりに来ました。で Z4 は初めてなんで、ちょっと Z4 で乗っけていこうかなと。ここいいっすね、これ久保さん、ここオープンカーめちゃくちゃいいっすよめちゃくちゃいい、こんなの。しかも今朝なんでちょうどいい、気持ちいい。久保さんやばいここね。でねちょ迷ったんですよ、めちゃくちゃ迷って。そのまあ台風来てるじゃないですか、でまあ台風来てたらフェリー動かんぞと。でもまあ九州上陸が日曜日ぐらいみたいな、まあニュースも見ながら、いやでも海荒れてたらね、風が強くて海荒れてたらやべえなみたいな。でまあそのマップをねどっちから変えるかみたいなね迷ったんですけど、こっちを選びました。選んだ結果これですよ、全然まだ大丈夫台風が日本を横断する前に僕が横断しきりますからねなんかこれ今度の台風なんか日本横断するみたいな、なんかねちょっとすげえ見てたんですけどニュースを大丈夫かなみたいな。いや台風が横断する前に僕が横断したりますからね。いやよかった、すげえ来てよかった。これね福岡経由だったらこれないですから。もう福岡経由ちょっと飽きまして、下関経由はあそこの道飽きたんで、ちょっとこっちでフェリーに乗っけて大分経由で行こうかなと。いやいいっすね、よかった。久しぶりにここ来たんですけど、オープンカーはねナイスベストドライブショットですね。はい、ということで今からまた移動してフェリーに乗っけて、まあ行きしなちょいちょい動画撮るんですけど、で結構ねフェリーがね1時間に1本ぐらい出てるんですよ、そこの港が。いやー久保さん今いつも通りのとこですか、家ですか。あそこの定位置ですよね、多分定位置で。まあ、この景色は見れないと思うんでお届けいたしますよ。そう、見れない景色をお届けしていくと。いやー素晴らしい、いいっすね。いや地球っすね、地球です久保さん、地球ですよ、地球の色ですよ。青かった。いやこれやっぱこれ買ってよかったですね、うん、GTR も良かったけどやっぱ正解ですね、よかった、はい。まあ僕もうね30代が残り14日ぐらいなんで、30代最後駆け抜けたいと思います30代最後全国駆け抜けた、もうまあまだついてないんであれですけど、まあ、もう40ですからね、久保さんもう10月で50ですか。僕は最後30代駆け抜けますよ、まだ終わってないですけど旅は、全国駆け抜けてやりますよ、はい。ということでネットビジネスマンですから、いってらっしゃい。